こんにちは、みなみです。今日はこの間中村プロと対戦でやったロースコアゲームを一人で練習してみたいと思います。ロースコアゲームのルールをもう一回説明します。ルール1、なるべく低い点数を目指します。でも0本はダメです。必ず1本は倒して点数を低い点数を目指します。なので一番低い点数は1本と1本で2本の10フレームで20点がパーフェクトゲームになります。ルール2が1投目でガターに落ちちゃったらストライク扱いにします。で2投目でガーターとか0本もう1本も倒せなかった場合はスペア扱いになります。なので少なくとも1本を狙うんですけど、できるだけ少ない本数を倒すっていうゲームです。この間91点で中村プロに負けて悔しかったので、今日は1人で1ゲーム練習していきたいと思います。では行ってみます。7本でした。1本と6本で7本。8本倒しちゃいました。3と3で6本。6本倒れました。ギリギリ2本でした。セーフ。今日はスペアストライクを1回も出さないこと。見えてますかね。ちょっとこっちに避けた。そう、あんなラッキーなピンアクションあります？
3本。3本でした。今の見えてなかったんですかね。やっぱこっちに見、こっちはダメ？こっちに避けた方がいい。チャンネル登録、高評価、コメントもお願いします。さようなら。